お元気ですか、僕趣味です。今回は2023プロ野球チップス第2弾開封動画第4回目でございます。なんとですね、あるところでね、なんとか5袋ですけどね、ゲットいたしました、ね。これ本当はねすごくやりたかったんですけどね、なかなかねいつも買いに行ってるところがねなくてですね、でようやくね、見つかりました。でね、さっき言った通り4回目は5袋目でごめん、5袋でやりたいと思います。では5袋目やりたいと思います。ソフトバンクの東浜直投手でございます。で埼玉西武ライオンズの水上由伸投手でございます。おっと失礼しました。で2袋目でございます。今ちょっとね物が落ちてしまいました、大変失礼いたしました。で改めてね2袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの内山壮真、捕手でございます。で楽天イーグルスの浅村秀人、内野手でございます。3袋目でございます。で2023初勝利した時のね、これはカードでございます。田中将大投手でございます。で2023初勝利した時のこちら平健太郎投手でございます。横浜 GNA ベイスターズでございます。4袋目でございます。で2023初勝利ですね、10回裏にサヨナラヒットを放った清宮幸太郎選手のカードでございます。でオリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。で最後の5袋目でございます。中京ドラゴンズの清水達也投手でございます。で阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第2弾開封動画4回目を終わりたいと思います。で途中でちょっとね物が落ちた、ね、音が出てしまいました、大変失礼いたしました。で今回は、白サインカードもなければレアカードもない結果で終わってしまいました。ですがですね、なんとか手に入れた5袋なんでね、今回ね、久しぶりの、プロ野球チップスの開封動画でございました。で第5回目はね、もしやるときはなんとか頑張ってね、10袋で、やっていきたいなと思っております。で、しばらくしてからですね、今度はエポックのね、今度は楽天編もね、購入いたしましたのでね、もし届きましたらね、夜ですけど、ごめんなさい、夜ですけど、開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もちろんね、サブチャンネルの、方も、料理動画上げておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。